はい、おはようございます。スパイダーマンです。今日はですね、足柄キャスティングエリアさん、神奈川のですね、もうホームなんですけど、今日はそこに伺ってます。ですね、リニューアルオープン、今回大きなリニューアルをして、新しくオープンしました。で、今日は詳しく、スタッフの金子さんに、説明していただきたいと思います。どこが変わったか、今魚種が何が入っているかっていうのをちょっとリアルタイムでお伝えしたいと思いますので、今日はこういう場を設けさせていただきました。はい、じゃあスタッフの金子さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。お願いします。いつもご利用ありがとうございます。ありがとうございます。はい、足柄キャスティングエリアの金子と申します。じゃあ、はい、今日の皆さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、下回りながらお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。はい。金子さん、それで早速なんかここ、はい、コンクリになったんですね。はい、こちらはですね、お客様が釣りされてて、はい、で、まあ、こちらの休憩所ですとか、はい、あとあちらの、お手洗いに行く際に、はいはい、通る道が、はい、ちょっとデコボコしてましたので、はい、ここコンクリート敷かせて、はい、いただきました。わ、はい、かりました、はい、歩きやすくなりましたね。歩き、そうですね、すんごい歩きやすくなった、はい、でまずさばき場ですよね。はい、はいはい、でここさばき場までの道も、あ、ここもね、はい、コンクリート振ってます、はい、めっちゃ歩きやすい。これ雨でもいいっすね、はい、ぐちゃぐちゃになんないですよね、はいはい、雨の時にここからこう川ができちゃってたんですけども、はい、あ、これがあるからもうね、はい、ブレーチングで、はいはい、下に行くようになってます。素晴らしい、はいはい、でさばき場ですね、増えたんですね、はい、左側が、はい、古いさばき場だったんですけども、こっち、はい、はい、で右側にもう一つ新しいさばき場を作らさせていただきました。はい。はい。やっぱり18時近くなると、はい、結構ここで、混んじゃうからね、はい。渋滞してたんですけども、はい、もう一つあるので、はい、結構緩和されたんじゃないかなと思います。はい。利用時間は8時まで。はい、そうですね。18時まで。18時まで。ことですね、はい。なってます。はい、じゃあ、さば方早めにってことです、ね。そうですね。はい。はい。よろしくお願いします。わかりました。はい。なんか相当金子さん変わりましたよね。そうですね。こうこの足場が、はい、デコボコが変わったのは大きいと思います、ね、はい。大きいですよね、はい。まずこれ目につきますよね。そうです、ね。あとこっからまたそうですよね。はい、ここも、はい、ポンドに入るところ、はい、こちらも少し、はい、コンクリートを打たせていただきました。はい。はい、ここもだから前はね、砂利でしたもんね。砂利ですね。でやっぱり草がこう、はい、生えてきちゃうんですけど。はい。はい、これは綺麗になりまして、なりましたね。でまず一番これですよね、はい、目につくのは、はい、こちらですね、はい、この 2つに分かれているのは、はい、これはどういう、このまっすぐの格子のインレットは、はい、もともとあったものから、はいはい、分岐しまして、はい、ぐるーっと、はい、こうパイプ沿って、はい、真ん中まで、あ、はい、じゃあ、あそこまでインレットっていうことですね。そうですね。はい。はい、ここと、はい、新しいインレットが、はい、このまま水を通りまして、はい、向こうから出るようにしてあります。はい、あと、金子さん、ここ。はい。はい、ここ一段なんか。え、そうですね。はい、これ前なかったですよね。こちらの下にもう一段、はい、ステップがあるんですけども、はい、まあ、これはですね。はい、そっちまで、そうですね。はい、そこからぐるーっとあります、ね、はい。これがちょっとポンドの、まあ、この、なんていうんですかね、足場の補強で、はい、崩れないように。あ、はい、あ、そうなんですね。はい。はい。はい、まあ、ちょっと下が、やっぱり、水が少し持ってたので、はい、そこをがっちりまたコンクリートで固めて。さっきなんかこの上で魚休んでました。はい、そういうのもあると思います。なんかうまく魚が利用してた感じですね。はい。はい。で、このまま。はい。ずっとこうやってパイプで引いて。はい、引っ張ってます、ね。これ、金子さん、水の流れは、やっぱり向こうを狙ってるんですか、はい、ここが、はい、少し前に飛び出て、はい、45度、向こう向いてるんですけど、はい。あ、ほんと45度ですね。はい。はい。で、このまま向こうのインレットからこういう風に流れてきて、はい。はい。はい、で、こう、時計回りで水を回すように、まあ、はい。設計しました。はい。じゃあ、ここで流して、はい。で、池の中はどうされたんですかね、今回。はい、池はですね、はい、まあ、オープン前に、やっぱり根掛かりですとか、はい、あと、ルアーが、こう、ボトムをやってる時に、はい、藻が引っかかったりとか、あ、はいはい、そういう、
沈殿物ですとか、根掛かりしやすい石が、はい、結構ありましたので、はい、そちら除去しました。はい。はい、なので、根掛かり少なくなりまして、はい。で、元かも、針の先っぽに、つくようなことも、だいぶ解消されたんじゃないかなと。じゃあ結構、ボトムで釣りやすくなりましたね。はい、そうですね。はい。はい。まあ、インレット、3本だったものを5本に変えましたので。本ですね。今1本、はい、2本ですね。はい。で、これが前からある。これも前からありますね。はい、前からある、はい。今これ3本目ですね。そうですね。はい、3本目ですね。はい。だいぶ水がぐるぐる動くようになりました、はい。本当ですね、はい。で、うまく散ってますよね。上から見るとわかるんだけど、ね、魚が。今ちょうど上から見ると魚が。めっちゃ散ってますね。はい、綺麗に散ってますね。はい、ですね。はい。じゃあ、ここも、コンクリート。はい、こちらも、前まではですね。はい。魚、あそこの継ぎ目から。ここまでですね。ここまでだったんですけども。はい。はい、やはり、向こうの、釣り座にいる方がこう休憩されたりとかで、ここ、そうですよね、はい、ここ通りますからね、はい、使いますので、ここもしっかり足場を整備させていただきました。あと、ここ放流ポイントですもんね。ここが放流ポイントですね。はい、はいはい、ね。で、これが4本目。はい、はい、これも以前からあるやつですね。これも以前からあるんですけども、はい、ここも分岐されてまして、はいはい、あ、ここからまたですね、はい、ここからまた、水を半分取りまして、はい、ずっと足場沿わせて、はい、ここですね、はい、これもたまに出てますよね。あ、こちらは、はい、ポンプになってますので、はい、これはだから、はい、ポンプだから、この中のモーターで上げて、そうですね、ここから出すみたいな感じです、はいはい。これ動かすことってあるんですか。ですね、これはですね、はい、例えば台風が、はい、この地域直撃するときとかなんかは、はい、もうインレットの水が今クリアなんですけど、はい、もう真っ黒になっちゃったりするんですね。はい、でそうすると、やっぱりまた土砂ですとか、はい、落ち葉とか、そういうものが入ってくるから、はいはい、入ってきちゃって、またルアー引っかかっちゃって、はい、なんかなりやすいので、はい、そういう場合はちょっと一旦止めさせていただいて、はい、で、魚に空気を送る役割をこのポンプこれでやる、はい、そうですね。じゃあ、あれを止めたとき動かすことがあるってことですね。はい、はい、わかりました、はい。またこういうふうにパイプで、はい、あ、こうやって持ってきてるんですね。はい。はい、これ金子さん、あれですよね、はい。中央じゃなくてわざわざ向こうまで持ってったんですね。3分の2ぐらいまで。そうですね。やはり今インレットの、はい、こう出てるところを見ますと、はいはい、こっちが一番水が動かなくなってしまうので、はい、少し真ん中よりもこっちに持ってった、はいはい、こっち寄りにインレット持ってきまして、はい、なるべく水が動かないところがないようにしたいなということで、はいはい、これも完全にこっち向き、こちらそうですね、90度になってますね、はい、いや結構な水量ですよね。結構なそうですよね、水量ですね、はい。これでだからこう回ってるわけですね、水はね。はい、はい、時計回りに回ってます。本当綺麗に魚散ってますよね。そうですね、だいぶ、はい、でオープンの下手の頃はですね、はい、やっぱり魚が今よりは少なくてですね、はい、インレット周りに魚が溜まってたんですけども、はい、今放流量かなり元に戻りつつあります、はい、すごいですよね、はいはい。なのでどこでもまんべんなく今魚が今、はい、そうですね、上から見ると本当に散ってるのがよくある。でちなみに金子さん、今魚種はどうなってますかね。はい、魚種なんですけども、はい、大人気のいただきます、いただきます、はい、こちら、はい、今回は、いつもの60センチ以上の大型プラス、はいはい、40センチから50センチぐらいの中型のいただきます、はい、2種類 4,50 で中型なんですね。そうですね、すごいよね、はい、普通のとこ行ったら 4,50 で大型魚ですからね、はい、こちらがなんかいただきますが、今回、ワンサイズ新しく、はい、仲間入りしましていただきますね、2種類。前は60センチオーバーだったんだけど、今40から50のやつも入ってる、はい、入ってます。だから最近釣ってる方で多いのは、いただきます釣れたっていう人はめっちゃ多いですよね。今すごく多いですね。すごいですよね、はいはい、要は中型から全部いただきます。そうです、ですからね、はいはいはい、あとやっぱり目立つのが金時なんですけど、はい、ちょっと説明、金時の。はい。
足柄遊具場ではですね、金時ヤマメという、はい、南足柄市の、まあ、特産品に認定されましたヤマメが今生産してるんですけども、そちらがですね、まあ、ポンドに今サイズとしては、まあ、20センチ前後の、レギュラーサイズのヤマメと、はいはい、で、あとこんなのいますよね。いるんですよ。あれなんですか。そうなんですよ、はい、これは金時ヤマメ、はい、スーパーなんですけど、もう怖いぐらい、はい、あんなでかい、ちょうどいます、いっぱい、こんなでかいパーマーク見たことないんですけど、そこがいるのが金時ヤマメの、はい、まあ、大きいものでして、はい、まあ、40センチ、45センチありますよね、はい、あります。こんな大きいヤマメって見たことない。これ食べると赤身なんですか。はい、ですね、まあ、赤身のものも白身のものも両方いるんですか。いると思いますけども、なんか美味しいって聞いたんですけど、はい、食べた方がいらっしゃって、めっちゃ美味しいって、はい、美味しいです、美味しいです、うん、あと今の時期もしかしたら卵持ってるものに当たるかもしれません。それはイクラじゃないんですよね。イクラです、イクラです。あ、イクラ、イクラ、ヤマメのイクラになります。ヤマメのイクラ、はい、黄金イクラって言われてまして金色なんですよ。え、希少、はい、希少ですね。希少です。うわ、田村くんさっきからもうそればっかり言ってるんですよ。金時すごい、金時すごいって。あ、わかりました。で、あとは、まあ、はい、いただきますとヤマメ。いただきます。はい。いただきます、金時ヤマメ。あとは、あとはイワナも。イワナ。はい、入ってます。はい、イワナも中には大きいものもいますね。はい、50センチぐらいの。はい、え、はい。イワナも入ってます。すごいですね。パッて上から見ると、なんか以前より大物が、の数が多いような気がするんですけど。そうですね、そうですね。大物結構。なんか増やしましたよね。入れさせていただきます。とんでもなくでかいのが入ってるんですけど、すごいのが、はい、モンスター級が、はい。はい、で、あとは、はい、ブルックトラウト。ブルック、はい。ブルックもまあ40センチ前後のものも多いですね。はい、あと思ったのが平均サイズ確実にアップしましたよね。はい、今結構上がってます。そうですよね。はいはい、もうみんなこんなのばっかり釣れるんだ。そうですね。そうですよね。そうですよね、はい、今本当旬かなって思うぐらい、うん、でやはり周りの SNS ちょっと釣果情報を見ると皆さんすんごい釣れてるんですよね。結構最近、ね、釣れるようになってきました。そうですよね、皆さんすごい喜ばれてて、はい、で今ちなみに予約システムが10日に、はい、2週間から、はい、今予約の方は10日前から、はい、朝7時になり、はい、朝7時で10日前の朝7時、はいはいはい、になりましたら予約が出現するような形になって、はいはい、ネットですよね。ネットで、はい、はいはいはい、で電話はダメなんですよね。電話は当日の朝、はい、朝7時からですよね。電話予約は、はい、受け付けております、はい、で当日分だけですもんね、はい、そうです、ね、そうですよね、はいはい、基本的にはネットですよね。そうです、はい、はい、はい、分かりました、はい、じゃあ、今日これからちょっと、釣らせていただきたいと思いますので、はい。はい、金子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。